こんんばはシンガーソングライターのマーライオンです本日の「マーライオンのニヤニヤレイリオ2022年2月14日月曜日夜の19時の配信です皆様いかがお過ごしでしょうかいや皆様お久しぶりですちょっとね今月先月からか先月からニヤニヤレイリオちょっとお休みさせていただいてたんですけれどもちょっと実はあのコロナにかかってしまいましてですねあのおかげさまでもう無事に、えー 体調が落ち着きまして、あの外出許可も、えー、降りておりますので、ちょっと復帰ということでね。こうしてラジオを撮っています。皆様いかがお過ごしでしょうか？いや、本当、このさ1月末にさかかっちゃったんですけど、もうそっからすごい。もうね。結構体調大変で。今ね。東京とか。まあ日本全国オミクロンのね。 あの感染者数すごく多いんですけどあの僕もね例に漏れなくはいあのかかってしまいましてまあそれであのずっとね、まあ体調落ち着いた段階であのずっと部屋でねずっと過ごしてたんですよでまそれこそ久しぶりにこう家にいるものでアニメとかね映画とか、まあ、すんごい見てたんですよラジオとかもうとにかくずっとそれを流して聞いてて。 でまあそれがね面白かったものとかちょっといくつかね紹介したいなと思ってはいそんな感じでねちょっとやっていこうと思いますんではい本日の「マラのニヤニヤレディ」をよろしくお願いします。はいということでですねあの療、ー、養期間中にですねアマゾンのオーディブルっていうあの、まあ、ポッドキャストになるんですかねポッドキャストみたいな、まあ、音声配信を聴けるサービスにちょっと登録してみたんですよ。 でそれこそさもう熱すごかったんですよかかった当初で39度ぐらいでうわーみたいなでもうあの東京の感染者数がさもう増加に増加してたから PCR 検査もなんか連絡して予約した2日後とかなのかな2日後とかにあの受けることになってもうその街の期間みたいなのがあったんですよ変にこう空白の期間というかかななんかコロナなのか。 普通の体調不良なのかわからないみたいな期間があって。で、その間、こう、意識をこう、朦朧としながら、なんかこう、自分が気失っちゃうんじゃないかみたいな、こう、不安と戦いながら、なんか何かをちょっと流しながら、まあ、音ですよね。何かを流しながらじゃないと、ちょっとこれ、自分が過ごせないなみたいなこと気づいて、あの、オーディブルでね、あの、トットちゃんって、あの、黒柳徹子さんのね、まあ、あの、有名な本があるんですけれども、 その黒柳徹子さんがあの「朗読をしてる」っていうあのー、作品を配信してましてはいあのー、それがまあ面白くてですねトットちゃんでそれをやっぱりこう流しながら聞いてたんですよねはいあのー、窓際のトットちゃんをでずっとそれを、まあ、黒柳徹子さんのね声を聞きながら ずっっとこう横になてて聞いてでやっぱ寝ちゃうからさ意識もおろうとしてるからでまたその途中まで意識があ,あるとこまで聞いてたところまで巻き戻って聞いてっていうのをう繰り返してでもうずっとね聞いてたんですよ聞いてたらもうやっぱ夢の中にもやっぱ出てきちゃうぐらい,そ,ういうそれは特徴あるねやっぱりあの声ですからすごいあのでもすごいやっぱり本人が朗読してるっていうのもあって。 すんごいやっぱ面白くて抑揚とかねあこれはいいサービスだなと思ってこうずっとね聞いてたんですよであとは他にもあのあんまりねなんか大々的に告知してないんですけどあのオードリーの若林とあの,あの放送作家さんとかねあの芸人もやってますけどあの,あの佐藤光晴さんっていうんですかねあのえっと放送作家さんかよくあのオードリーと一緒に。 あのお仕事されてる方のなんか2人だけのラジオみたいなのがあってそれが結構ね裏側というかなんかあんまりテレビとか「そうそうオールナイトニッポン」かなで聞い話してるようなことのさらに裏側みたいな話をしててすごいそれが面白くていやなんかあこんな面白いのもやってんだみたいなね思ったんですけどもともとそのオーディブル知ったのが、まあ、の松浦彩さんがね あの藤井隆さんのね「あのマシューってあのキャラクターのね番組出,ら出てるっていうのを聞いて「うわ」みたいな松浦綾今の声聞けるのかと思ってそれで入ったんですけどいやめちゃくちゃ面白くて、まあ、ずっとそれをね聞いて過ごしてたんですよ。まあすっかりそれもねあのずっと二三日23日4日とか、まあ、かけて。 過ごししたいとかしてで何て言うんですかねやっぱりこうまあだんだんこう音声聞いてて元気になってくるんですよ、まあ、体調も良くなっていってで、まあ、そっからこう咳とかがねちょっとひどくなっていくんですけどもそれでもやっぱりこうアニメとか映画ですよね特に今の「ハリー・ポッター」「ハリー・ポッター」のさあの同窓会みたいな番組がユーネクストで見れるんですけどそれがすごい面白くて。 でなんかその今,今のねこう裏側というか,なんか今大人になって振り返る「ハリー・ポッター」の話みたいな撮影時の裏話みたいな話をしててで、まあ、僕小学生ぐらいの時にこう「ハリー・ポッター」を見てるんでものすごい好きだったんですよああいう,こう世界世界観というかでさそれでやっぱりこう久しぶりにこうそういう話ドキュメンタリーだよねドキュメンタリーをさ見,見るとさ実際の作品も見たくなっちゃうじゃん見たくなっちゃうからこう ユーネクストにあるのかなと思ったらこうポイント制になっててあ、購入しないといけないのかみたいなうまい商売してるなみたいなユーネクストのよねもうちょっと感心しちゃいましたけれども、まあ、最近そういうのとか見たりとかあとあの中学校で見たあの「降格機動隊」っていうまあアニメがあるんですけれども、まあ、そのアニメをこうオタになっていくとさやっぱこう見たものってどんどん忘れちゃうじゃん、まあ、映画もそうだしアニメも まあ、漫画とかもそうだけどなんか忘れてっちゃうなと思っててで中学校の時になんとなく見て面白いなって思ってたけどなんとなくこうあなんて言うんだろうなこうまだよくわかんないなって思ってたものってたくさんあってでそれをちょっとやっぱよ見返そうと思ってさ見たんすよ高学級動隊もうそしたらもうやっぱねまあ僕も射撃部っていうねあの部活動出身なんですけれども、まあ、やっぱ射撃とかそういう銃,銃がね関わるこう ハードボイルド的なこうね映画もそうだしこう銃撃戦とかあるよう、ね、なまあゴッドファーザーとかすごい好きなんですけどまあそういうの好きなんですよ、まあ、全般的にまあ射撃部だったから自分が中学高校の部活がいやまあ面白くて甲殻系統隊がいやこれ兄貴ねこう一緒に見せてくれたというかこう全然知らなかったから兄,兄の影響でねこう見てたんですけどいやこれはお互にやってもやっぱ面白いなと思ってちょっと感心しながら見てましたね あとハ「ハンターハンター」ね「ハンターハンター」ハター「ハンターハンター」のアニメがさユーネクストに全部あるんですよで。これがやっぱ面白くて「ハンターハンター」ターってこう漫画でね、まあ、も漫画,も,漫画も,ももちろん面白いんですけどこう動きがつくとあこうなるのかみたいなやっぱこう「あのキメラント」っていう,こう虫が出てくあアのねアリと戦うあのシリーズがあるんですけどその時のアニメ版って言ったらもう気持ち悪いスつしかなくて、まあ、それでもまあまあまあそれでも,もうめちゃめちゃ話が面白いんで。 うわーみたいなすげーみたいなもううわーすげえしか言いたいんですけどもそれをねすごいそれを楽しく見てましたねずーっとアニメ見てましたもうオタクオタクですねオタクだなと思いながらオタクでもいいんですけど全然はいアニメ好きだからめっちゃ好きなものが好きってね言っていこうという気持ちですからねはい、まあ、というわけでねあのちょっとこう今週からまあ徐々に徐々にやっていこうというのことで あのー、まあ体調もねだんだんと戻りつつありますのであのー、こちらもねあの頑張っていこうかなと思っておりますでえっと今週ですね実はもうライブがございますあのー、マーライのねソロの弾き語りのワンマンあワンマン時代ソロのライブがございますはいでこちらがですね2月の19日土曜日オープンが17時スタートが18時のイベントでこちら こちらね、マーライオン、僕と、あのー、屋敷くんっていうのと、あと、ペーパームーンさんですね。まあ、あの、こちら、細田さんというの名古屋に住んでいるミュージシャンの方がおりまして、まあ、正午あの、このニエニアレイディオにも、あの、ニエニアレイディオにもね、出演してくださった細田さんなんですけれども、細田さんが久しぶり名古屋から東京にいらっしゃるということで、イベントを開催することになりました。で、僕もね、呼んでいただいたということで、嬉しいね。で、 すっごい嬉しい。あのー、みんな弾き語り編成でね、演奏するってことで。で、フードで、あの、あのランビーさんかな、あの、名古屋のフードコラボというのと、あと、ちょうちん東京というお店の2つがコラボということで、のフードもございますので、こちら、ぜひぜひあ、あの、遊びに来ていただけたらなと思ってます。あの、阿佐ヶ谷タバサという会場になりますので、こちらね、店員20名です。チケット代2000円です。で、えっと、ちょっと僕がね、 あのー、ちょっとその、コロナの後遺症というか、あの、もう体調いいんですけれども、全回復っていうわけではないので、あの、なんというか、徐々にこう治っていくものなんですけれども、なので、えっと、ライブがちょっと僕、10分、あのー、ライブをさせていただいて、で、えっと、そうですね、あの、こちら、DJ でね、DJ で、えー、こちら、DJ で、あのー、僕の後に、DJ、 あそのえっとあの紺野宏斗さんという方がですねあのこちら DJ で出演されますので、えー、よろしくお願いいたしますはいなんであのー、ぜひぜひあのこちら遊びに来ていただけたらすごくすごくすごく嬉しいのであのよろしくお願いしますはいということではねまたお会いしましょうあそうだそうだあとめちゃくちゃ嬉しかったことが最近あってあの額付けが 荒引き団ってねあの有名なね番組に出演してて、まあ、その額付けの木田くんが最高なんでちょっとみんなのちょっと TVer で多分1週間今週までかな多分見られるのでぜひ見てほしいです前半でね学付けすぐ出るので前半の30分とかで,で出るのでちょっと見てほしいなんでぜひちょっと見てくださいということでちょっとまたお会いしましょうあのー、みんなねちょっと風とか風もそうだしコロナとかインフルエンザとか 体調悪くなる要因とかたくさんあるんですけれども、ね、世の中もうそんなの吹っ飛ばしてねちょっとお体ご自愛くださいということで、まあ、僕もすっかりまあ良くなったんでまたお会いしましょうシンガーソングライターのマーラインでした